モンゴル料理は、モンゴルの民族料理である。モンゴル料理は、伝統的に、赤い食べ物と呼ばれる肉料理と、白い食べ物と呼ばれる乳製品に対別される。伝統的な遊牧の生活においては、前者は陶器に、後者は夏季に食する季節サイクルを有する。春になって、肉の保存ができなくなると、残りの肉を干し肉にしてかじりながら乳製品を食べて、 次の冬まで過ごす。主食として小麦や米が食べられるが、量的には肉が主食並みの量を占めることも多い。食事は基本的に1日1食で、朝と昼は乳製品をつまみながらお茶を大量に飲む。モンゴル国はソビエート連邦期のロシアと東ヨーロッパ諸国から、内モンゴル自治区は中国から、それぞれ食文化の影響を相互に受けている。また、 各地の気候による食材の違いもあり、地域ごとの料理に違いが見られる。肉料理は、洋肉が中心で、チャナサンマフなどの茹でる煮る料理と、ホルホグなどの蒸す料理が中心であるが、ボードグやショルログのように焼く料理などもある。生食は一部の例外を除いて、ほとんど行わない。モンゴルの肉料理は、世界の民族料理と比較して、 香辛料をほとんど使わないのが特徴である。モンゴルは寒冷な気候のため、肉の保存や消臭用の香辛料を必要としなかったという説もある。牛肉ではボルツという干し肉に調理する。馬肉はモンゴル人よりもモンゴル西部に住むカザフ人がよく食べる。ラクダの肉はゴビなどの地域で主に食べられるが、豚肉や鶏肉は草原で放牧する家畜でなかったため、 モンゴル料理にはあまり用いられない。魚は宗教的に近畿とする地域もあるが、モンゴル国北部では燻製にする。また、飼料によってタルバガンやシカなどの野生動物を食する。12月になると冬を越すのに十分のだけの羊を出す。冬には低接氏40度にもなるため、屋外に氷の冷蔵庫を作って生の肉を保存し、 毎日少しずつその肉を茹でて食べる。春になって肉の保存ができなくなると残りの肉を干し肉にしてかじりながら乳製品を食べて次の冬まで過ごす。モンゴルでは5種類の家畜と呼ばれる牛、馬、ラクダ、羊、ヤギ及び役からそれぞれ搾乳される。地方によって異なるが乳製品は一般的には牛の乳を中心に生産される。 馬の乳は発酵させて、アイラグとして利用される。伝統的には生乳を飲むことは少ない。乳製品は、加熱、攪拌、精地、分離、ろ過、発酵、成形、乾燥などのプロセスを通じて加工され、極めて多くの種類がある。クロテッドクリーム状のウルムや、固形状のアールオールなどがある。野菜は内モンゴル自治区及び、モンゴル国北部を中心に栽培され、 現在のモンゴル料理では一般的な食材になっている。ジャガイモ、玉ねぎ、人参、カブ、キャベツなどの寒冷地に適した野菜の他に、キュウリ、トマトなどの夏野菜や、チャチャルガンなどの果実も栽培されている。地方によっては野生のニラや玉ねぎ、ニンニク、キノコ、松の実、ベリー類などを採取し食用とする。煮物にする以外に一部は、 ロシア料理の影響からサラダにもされる。小麦粉からは、坊主や、ホーショールなどの具材を包む料理や、麺にして、ソイバンやゴリルタイシュルなどの麺料理料理、バンタンなどのスープ料理、ボーブなどの揚げ菓子が調理される。米は白米を炊飯するほか、さらにボダータイホーラガなどに調理する。主に、スーテイツイと呼ばれる、七を加えて攪拌した茶を飲む。茶は、 中国産やクルジア産のシャフマルツァイが用いられる。モンゴル帝国のチンギス藩の時代においては、茶は、南宋の産物であり、金朝を通じて購入しなければならず、茶は、かなりの高級品であった。ありがとうございます。